ニュースピックアップ。この時間は月刊誌ムーの編集長三上丈晴さんに世界で起きている摩訶不思議な現象について話を聞いていきます。三上さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではウェブムーからこちら。バババンガが小泉進次郎総裁の誕生を予言か。あのノストラダムスと並び人類史上最大の予言者と称されるのがババ・バンガです。ブルガリア政府に助言を求められていた彼女はこれまで数々の歴史的大事件を的中させていて、なんと小泉進次郎総理の誕生さえ予言していた可能性があるといいます。今回の自民党総裁選では石破元幹事長が勝利しまして、臨時国会で第102代総理に指名されました。一方ですね、総裁選に初挑戦した小泉進次郎元環境大臣、決選投票に進めず3位に終わったわけですが、バババンガの予言というのは三上さん、これどういうものだったんでしょう。そうですね、あの一言で言うと、1981年生まれの日本の指導者が、日本と世界を救うという予言なんですね。今後そうすると、1981年生まれの別の人物が登場する可能性もあるわけですが、小泉進次郎氏も43歳ですから1981年生まれと、日本と世界を救うとの予言内容、これも気になりますね。そうですね、あのこの予言っていうのは一般には出回ってないっていうか知られてない予言なんですね。はい。で逆に今世の中にあるバババンガの予言っていうのが結構後から作られたようなもので本物ではないっていう話も結構あって、ただあのこの予言に関しては直接バババンガから聞いたという方がおられまして、これはあのブルガリアの新体操のいわば責任者なんですけれども、この方がバババンガと懇意にしていて彼女から直接聞いたと、というんですね。で、今回ね、たまたまそういう情報が入りまして、タイミングよくその総裁選、で調べてみるとなんと小泉進次郎さんが、1981年生まれと、総理大臣になったらっていうふうに、とりあえず速報という形で、ネットの方では記事を出したんですけれども、もちろん今回だけではないので、そうですね、今後、総裁、首相になるのか、まだまだお若いので、ひょっとしたら将来、総理大臣か、もしくは別の形でも、その日本のみならず世界を救う場合って見ればメシアのような、存在というか、そういう人物に、化けるというとこれ失礼かもしれませんけど、成長する可能性ももちろんあるわけですよね。おそらくすごい政策なり、言ってみればそういう提言をしてそれを実現していくんだと思うんですけども、もちろん1981年生まれの日本人っていうのは、他にもいるわけです。そうですね。としたらこれから出てくるのか、すでに政治家になっているのか、まだ無名なのか分かりませんけども、非常にこう日本人としては気になる。確かに。そしてですね、小泉進次郎氏に関してもう一つ気になる情報があります。1982年に発売されたカードゲームイルミナティカードに進次郎氏らしき人物が描かれている、こういう指摘があるそうですね。そうですね、いろんなことを予言していると言われているイルミナティカードなんですけど、その一つに、スーツを着てちょっとね白髪が混じった髪の毛で、日本刀を前にしてなんかこう悩んでるような姿が描かれてるんですね。日本刀があってその姿から見るともうこれ間違いなく日本人だ。でこのタイトルが恐れもしくは不安みたいなイメージで書かれてる文言が、組織のトップが絶望して、救いを求めてる、悩んでるという手段っていうふうに解説されてるんですね。で最近小泉進次郎さんもちょっと白髪が出てきて、多少ありますよね。
で顔つきもちょっと似てるのでね、今後もしあの首相なり総裁になった時には、なんかすごい問題に、まあ、ぶつかって、はあ、まあこれ日本刀ですからね、ある種の切腹みたいな、ほら、そんなところまで、まあ、追い詰められるんではないかという解釈をする人もいますね、まあ、もちろん、ね、小泉進次郎さん以外の人物を指してるのかもしれませんけども、その辺はまだまだ、まあ、解釈の余地というでもまあ見ようによってはちょっと似てるなという感じなんですもんね。ネットではかなり話題になりました。そうですか。こちらは一転して何か、じゃあもし小泉進次郎氏だとすると悩んじゃってる、壁にぶつかってるという、そんな感じなんですね。そうですね、まあこれが日本の壁だったらなんとか越えてもらいたいなという感じはしますがね。はい、さあ続いてはですね、現在発売中の月刊ムー10月号からこちら、知られざるマンモス復活計画。およそ4000年前に滅びたマンモスの復活を目指しているのがアメリカのバイオベンチャー企業コロッサルバイオサイエンス。マンモスと現在のインド象というのが共通の先祖から枝分かれした近縁種です。まあ、そこでインド象を遺伝子操作してマンモスのような長い毛を生やし、巨大な骨格と分厚い脂肪の層を発達させるというものなんですね。そして、まあ、そんな夢のある計画を発表すると、三上さん、すぐにとんでもない資金が集まったそうですね。そうですね、16円ぐらいはもうすぐなんか集まった。16億ですか。はあ、これはね、まあ確かにですよ、個人的にはマンモスって見てみたいなみたいな気はしますけれども、ただ現実にはこれができるのかどうか、まあ、象をマンモスに変えるというのはですね、言ってしまえば現代人をネアンデルタール人に戻すような話かと思うんですけど、三上さん、これどうなんでしょう。これ今、遺伝子編集っていう技術あるんですよね。はい、クリスパーキャスナインっていう技術で、いわゆるその遺伝子のカット&ペーストができると。はい、なのでマンモスの遺伝子を完璧なものをゲノムとして取り出して、でインド象と比較して、はい、でまあ、言ってみればインド象とマンモスの違いの部分をカット&ペーストしていけば、はい、これはできるわけですよ。まあ、理屈ですけど、理屈は、はい、理論的にはできるということで、まあ、それをやってってみるという意味で、非常に象徴的な絶滅したマンモスを復活させるというところに、なんか非常にこうロマンというか、ロマンありますね、意義があるというか、おそらくこれはまあ近い将来可能になっていく。そうなんですね。三上さん、これマンモスの復活計画については実は日本でも進められているようですね。そうですね、これはインド象を使う方法ですけども、はい、それこそマンモスそのものの、ほう、遺伝子を使って、ええ、なんとかクローンができないかっていう発想、はい、これはね、すごい昔からやられていて、最近でもその近畿大学とか、岐阜県だとかロシア、それから山梨大学なんかで研究が進められてるんですね。はあ、これはそうすると、まあ、なんかこう凍ったまんまのマンモスの死体、これ使ってクローン作ってみるかという感じのものですか。そうですね、まあ4000年前ですから、はい、恐竜に比べればさほど、まあ言ってみれば昔でもない、恐竜に比べれば、はい、完全冷凍されている、はい、ベリアの永久凍土の中 で、はい、で肉も新鮮なんですよね。犬なんかに与えると食べちゃう。食べちゃうんですか犬。そういう新鮮なマンモスの死体を使って、そこから遺伝子を取り出す。まあ、その前には細胞から細胞の核を取り出すっていうのが難しいんですけども、それを、まあ、言えば目指して、はい、それをクローンですね。はい、クローン、もう昔その羊でクローンを作ったことありました。ありました。原理的には同じですね。ドーリーとかいうね、羊、まあ、受精卵の、そうですね、受精卵の中にこう遺伝子をこう置き換えてやるっていう、はい、まあ、なのでそういった技術はあるんだけど、はい、なかなかそのマンモスの死体から遺伝子を取り出すのがなかなか難しい。これ難しいんですか。はあ、具体的にはこれ一回凍っちゃってるのから取り出すのが難しいってことなんですか。まあ、凍っちゃうとやっぱりね、その
例えば冷凍したお肉とか魚っていう解凍するとどうしてもこう、ね、味が落ちたりなんかします、はい、確かにありますね、まあ、そういった、まあ、細胞壁というか、まあ、そういう内部の組織が破壊されちゃう、はい、なのでなかなかこう完全な状態でのまさにこう核ですね、細胞の核を取り出すのに非常に難しい、はい、そうなんですね、そこが難しいところ。でそんな冷凍の死体からの復活に関してですね、山梨大学の若山教授がとんでもないことに成功しているそうですね。これはあのマンモスではないんですけども、小さなこうネズミ、はい、マウスですね、マウスの死体、まあ、なるべく新鮮なうちに凍らせたものから、この死体を使ってクローンを作ることに成功したという。ほうほうほう、マウスでは、まあ、このクローンマウスを復活させることができたんですね。そうですね、まあ、もちろんその4000年前の冷凍死体ではないですけど、はい、いわゆる冷凍死体から、その核を取り出して、はい、さらにはそれをクローンすることによって、まあ、復活させる周りに、はい、そういう技術はある種確立した成功したということです。そうなんですね。でその和歌山教授の研究にはですね、常温での精子卵子の保存もあるというんです。冷凍保存はコストも設備も必要で、もし常温で保存できれば革命的だとも言われているようですが、これ三上さん、教授は手始めに塩漬け試したそうですね。そうですね、まあ、塩漬けってよくある。そうですね、まあ、我々食するものなんかは塩漬けなんてありますもんね。ですから例えば解凍凍らせたマグロなんかでも、塩水で解凍すると、ね、味がそのままいいって言いますよね。まあ、そういう発想で、はい、まあ、いわばその精子を塩漬けにしてみたと、まあ、いろいろ試してみたいですね。これその精子の塩漬けっていうのはそうするとうまくいったんですか？なかなか難しい。そうなんだ、これは難しいんですね。で次に試したのがこれはもうおなじみフリーズドライ、乾燥させちゃうっていう、まあ、確かに味噌汁とかインスタントコーヒーおなじみですけども、これは三上さんどうだったんですか？これが意外にうまくいった、フリーズドライ、核がちゃんと保存されていて、そこからマウスが誕生したと。ほう、あ、そうですか。あ、じゃあ精子はフリーズドライいけそうだよってことなんですね。そうなんですね。へえ、なんか不思議ですね。乾燥させだったら命もどっか行っちゃうのかなみたいな思いますがね。まあ要は破壊されてなければいいんですね。はあ、はあ、その部分がね、命が続いていく部分が破壊されてなければ。いやだけど想像をはるかに超えるレベルでどうもこの生命工学ってのは進んでる感じがしますが、こういう技術というのは三上さん、どういったところにこの有効と考えられますか？まあ、これ直接的にはね、医学的な問題とかね、さらにはその絶滅危惧種、さらには、はい、まあ、絶滅しちゃった動物の復活というのにも当然ながら技術的に応用できるわけで、はい、なので非常に展開というか今後の広がりが、期待できる技術。しかし三上さん、和歌山教授というのはいろいろこの、まあ、言ってしまえば他の人がやらない、ある意味ぶっ飛んだことを思いついたんですね。まあ、要は細胞があればいいわけですから。はい、よく細胞を取るときに口の裏側の粘膜を取るとか、はい、あります。同じようにこうおしっこからとかね。おしっこもか。はあ。尿から細胞を採取してクローンを作ったと。ということは尿からネズミが生まれるってことなんですね。そうですね。要は細胞があればいいわけ。はい。ということは何かマンモスの尿がどっかに残ってるとするならば、そこからの再生もなんか可能性があるような感じもしてきますね。当然当然。へえ。いや、何かこうマンモスの復活計画ってのはとてもロマンのある話のようにも聞こえるんですけれども、一方で尿からこの生命が生まれる方が三上さんインパクト強くないですか？
だって、まあ、言ってしまえばこれがいろんなこの人間にも応用されるんであれば、人間の尿からもクローンができるってことでしょ。いや、できるということですよ。そうですよね。遠いそれと、そんなとこで立ちなんとかなんかしてる場合じゃないですね、有名人は。ねえ、尿を採取されてなんてことになりますもの。まあ、人間の場合はね、普通にこうその辺ベタベタ触ってますけど、はい、触ってるっていうことはここにあの遺伝子くっつけてるんで同じですから、ね、はい、そう、もう尿よりも簡単って、簡単っての変な、尿より簡単なものがあるということですね。はい、こんな驚きの話題が満載の月刊ムー10月号、現在好評発売中です。月刊誌ムー編集長三上丈晴さんでした。三上さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ニュースピックアップでした。